っていう単語って、昔のっていう意味もありますよね。<music> 毎度毎度、ベン・メイブリです。 先々週、このチャンネルで鎌田大地選手と菅原幸成選手のプレミアリーグデビューについて現地評価を取り上げる動画をやりました。たくさんのコメントをいただきまして、誠にありがとうございました。いつもすっごく嬉しいですし、すごく助かります。すごく参考になります。で、一つ特に気になったテーマがありました。そのテーマについてですね、一つのコメントを ちょっっとと拾って紹介したいと思い思ますレブ86993コメントをいただきましてありがとうございました。鎌田 X では試合中に現地サポーから相当叩かれていましたっていうコメントでしてその後ともっとものお話をしていただいていてすごく、えー、嬉しいんですけどもコメントをいただきましてだけどちょっとこれを見たら 面白いけど悔しいなぁと正直思いました。なぜ私が悔しかったかっていうと、実はあの動画から珍しく私ちょっとあ、これ長いなと思って削除したパートがありました。で、そのパートから、まあ、大体こういう話してました。一部ここでちょっと紹介します。現地評価が知りたい 時は、X があんま参考になりませんよ。それが言っておきたかったです。私もちょっと調べて、原子評価の記事が出てきたのですけども、参考元が完全に X のポストだったんで、あま違うなと思いました。私、そう、そういうことでした。私もあの鎌田選手と菅原選手の動画を準備していたときに、 日本のオンラインニュース記事で現地評価って書いてあったからちょっと見てみたんですよ。ほんで、蓋開けたら参考元がすべて X のポストだったっていうのを見たら、ああ、違うな、違うな、違うなと思いました。もう参考にならない現地サポーターがどう思っているかっていう指標として、もう X q、q Twitter が参考にならない。 にならないというか参考にならなくなったのも最近の話でもないですね。私、2012年から2023年まで J スポーツのフットという番組をやってた時にも現地の声とかいろいろと紹介させていただいてきたんですけどももうこれは Twitter はもうこういうためには絶対使えないなって思うようになったのが 6, 7, 8年ぐらい前ですね。で、それはもう私とみんなの意見が違うとか、そういう理由とかではなくて、これは現地の声、そのスタジオの人たちがだいたいこんなことを言ったりしてないだろうっていうのが、もう割合として増えました。ちょっと温度差も感じまして。で、それ、まあ、それを大きく言うと、 二つの理由があるように思います。もう現地サポーター、スタジアムに足を運ぶような現地サポーターの評価、意見、温度の参考にならないつ、えー、理由としてですね、もうプレミアリーグほどグローバルなリーグはないでしょう。本当に全世界のリーグみたいな感じですごく嬉しいことに、本当に全世界の各国に たくさんのサポートーがいます。で、英語ほどグローバルな言語もないでしょう。世界共通語ではないにしろ、もうとにかくいろんな国に英語が使われているし、英語のネイティブじゃなくても、英語が通じる、英語が使える方が世界中にいるので、英語で検索しても、 その中でどの割合が本当に現地サポーターなのかがもうちょっとわかりにくいと思います。私はイギリス人で、イングランド人で、英語のネイティブなので、書き込みを見たら、まあこれはネイティブっぽくない英語だなと思うこともあれば、あこれは ネイチブだけど、イギリス人じゃないのもわかることがありますけども、わ、まあ、からないことも多い。この人、どこの人なのか、現地の人なのか、現地じゃないのか、わからないこともあるので、そういう意味でも、ちょっと、現地の行為として本当にサンになっているか、ちょっと微妙ですけども。で、それは、まあ、ビッグクラブほど世界中にファンがいて、パレス、サウスハンプトンの規模とかなると、まあ、大体現地サポートはぐらいしかいないと思われるかもしれませんけども、まあ、 もう一つの理由はですね、実はここ2、3年ぐらい、えー、X、q Twitter から本当にたくさんの現地の人、イギリス人が離れているのも事実です。私も、まあその一人かもしれません。昔、昔ほど全然もう使っていないですね。で、それは特にマスクさんがオーナーになった、マスクさんの指揮官になった X になってから特にそうかもしれないんだけど、実はもうそうなる前でも、Twitter マッキーマスクの前の時代の最後の方でも、Twitter 離れがだいぶ進むようになったんですね、イギリスでは。で、今でもですね、BBC とか Sky が番組オンエア中に何か X の書き込みを、投稿、ポストを紹介するときに、今でも今、今さ f o r m マ l l y Twitter、Q Twitter、 って言っていますよもう皆さんがまだ使っていた時は Twitter という名前だったねみたいなニュアンスとしてちょっと感じますね。X は今も情報は早い。それよりも早い情報源はあんまりないのでだから私も含めてまだイギリス人でも例えばこの前デッドラインデーの遺跡情報を X で調べれば早い。公式発表はそこが早いので、そういう意味では昔みたいに今も使えるというか、すごく便利でですね、それからもうゴール速報とかそういった情報も早いと思いますけども、どういうことをしなくなったのかっていうと、会話とか意見を話したり、意見を述べたりするのがもう、 ここめんどくさい。ここはもう嫌だなと思って、そういう使い方をしていた人が離れたのがあると思います。で、今年2月にガリー・リネカも、えーも BBC のマッチョ・ザ・レイの司会者で、えー、イングランド代表のレジェンドですけれども、彼はもう、えー、自分がますます離れるようになったという話をしました。で特にですね、微妙なニュアンスのある 会話をすることは、ますます不可能になってきたという話をしました。環境はますます有害になっています。まあ、つまり言い換えると、治安が悪い、冷静な会話ができないっていう意味でもうそういう会話をしなくなった、エクセではしなくなったということで,で、それがポイントだと思います。イギリス人全員が離れたわけではないですよ、もちろん。だけど、 冷静な会話、冷静でニュアンスのある会話をする人ほど離れています。で、一方で、過激な話をするほど残っているという印象が強いです。X を使っているイギリス人が。で、とにかく、それが使っている人なのか、とにかくアルゴリズムなのか、わからないですけど、過激な話が 目立つ環境になってるのも間違いないですね。で、それを受けて見ていて、多くのイギリス人がちょっとうんざりして、離れたか、もう意見を書き込みしなくなったのが多いですね。だから、ちょっと昔ほど参考にならないっていう残念な状況になったかなと思いますけども。で、皆さん、 ご覧になったかもしれませんけども、ここ1週間ぐらいで X がちょっとニュースにもなりましたね。ブラジルの件で。ブラジルの最高裁判所がですね、ブラジル国内での X 使用、X へのアクセスを禁止したっていうニュースがありました。この動画ではあんまり政治的な話はそこまでしたくないですけども、まあ、どうやらブラジル政府が X 社に対して 一部の投稿、一部のポストの削除を要請したところ、X 社、マスクさんが発言の自由を主張して断ったという背景がありました。で、最高裁判所の裁判長の主張では、これはブラジルでは違法の内容なので、 X 社が削除してくれないんだったら、X ッごと削除しようみたいな状況になったようですけれども、しかしそれに対してですね、これちょっと古い記事ですけども、去年スペインエルパイスがこの記事を載せました。イーロン・マスクの指揮下で、Twitter も今で言う、 X が独裁政権による検閲要請の83%を承認したという記事を載せました。つまり政治的なスタンスがマスクさん X 社と同じスタンスだったら違うスタンスの政権の要請とはちょっと違った扱いになるんじゃないかなという状況になっているようですね。例えば トルコ選挙前に、2日ぐらい前にトルコ政権にとってちょっと都合の悪い内容が X に上がったら、要請したら X が兵器ですぐ削除したのに対して今回のブラジルではしなかったっていうちょっと扱いの違いがあるんじゃないかなという感じですけども、まあそれは置いといて、最近、残念ながらイギリス国内にも 問題がありました。1ヶ月前に非常に悲しいことが起きたのですけども、いろんな街で次々と暴動が起きました。で、これはどういうものだったかというと、う完全に人種差別的な内容だったんですね。で、何がもとらしたかというと、人種差別的なデマが もとらしたっていうふうに言われています。思われています。で、それ、そのデマが X を中心に SNS で広まったっていう背景がありました。内容は嘘だった。それとも、とにかく間違った内容、間違った認識の内容。そういった投稿が非常に早く広まったんですね。X で、特に X で。で、 それを否定する説明、それを事実を紹介して、デマを否定するポストよりも、デマそのものの方が急激に広まったという背景がありました。で、もう暴動デモがレイシストなものだった。移民とか他の人種、白人以外の人種に対する暴動だったんで、もうど最終的に どうやってその暴動が止められたかっていうと、国民の大半が立ち向かったんですね。もう問題は移民じゃないぞ。問題はレイシズムだぞ。人種差別が問題。それが国を悪くしているのは移民ではない。レイシストが国をダメにしてるよって国民の大半が立ち向かって、それで暴動デモが 終わったんですけども、まあ、これは深い話で、ここで全て話すのは、まあ、ちょっと複雑すぎて、ここで全て話せないんですけども、とにかく、X で広まったデマが大きな暴動に立ったという問題が英国内で起きました。それ以降、スポーツだけじゃなくてニュースのジャーナリスト、ニュースの記者が英国内でもう自分が X をこれからも やめた方がいいのか、これからも使い続けるのかっていう話、議論があちこちで続いています。もう、責任感を感じるジャーナリストとして、X、こういうことが起きてしまう X という SNS を正当化したくない。反面、積極的に情報を発信する責任を感じるから、これからも使った方がいいのかっていう、 葛藤があるで、すねでここでちょっと現地ジャーナリスト2人による会話を少し抜粋して紹介したいのがあります。The News Agents というポッドキャストがあるんですけども、すごく経験のあるジョン・ソーポという記者と、もう少し若いけどすごく優秀なジャーナリスト、ルイス・グッドによる会話があって、ちょっと抜粋を紹介します。 Elon Musk using Twitter to say that civil war is inevitable. The return of Tommy Robinson with nearly a million followers to X to advance every conspiracy theory under the sun, highlight any time that a Muslim person has ever caused pain to a Christian person. And it's coming in your feeds and it's becoming more and more prominent. And you think, what is happening? And also, when you post something, the vitriol.

のの話でで、したね。でそのとにかく治安が悪くなったという雰囲気を感じて、ジャーナリストだけじゃなくて、それよりもまあ、多いのは、一般人がそれが嫌で離れてしまったのも事実だなと思います。えー、また同じ会話の抜粋です。 Changes, which I think it is changing for the first time since Musk took over. There was an initial sort of flurry of, of discussion about it, but given everything that's happened in the last week, in Britain at least, it does feel like there is a substantial shift. この話も間違ったデマの話が広まって実際に暴走に至るということが起こりうる。で、それからですね、もう一つの変化として、そのようなことに賛成しないたくさんのイギリス人がもうこの X が使えない。で、これまで、あ、ちょっと昔ほどもう良くないんだなという思いは持ちつつ、 残ってたんだけど、あちょっと昔のかった残念だなと思いつつ、まだ使っていた人でも、いやこれはさすがにうんざりと、急激に離れてしまう人がさらに増えたという変化が起きています。で、最後にもう一つの抜粋の話を紹介します。It was completely invaluable. It is no longer largely because Musk, obviously, when he removed verification, In this kind of like weird, kind of twisted view that kind of actually anybody should be able to pay for verification. Blue ticks are the elites and they have to be removed. Like, nonsense. I mean, it was just about saying this is person from a verified news organization. To some extent, at least they might make mistakes, but you should be able to trust what they say, as opposed to little Russian bot with six followers tweeting from the comfort of his you know Kremlin back bedroom somewhere in in Russia, right? That was really, really difficult because you could no longer necessarily believe what you were seeing. He has changed it completely algorithmically, clearly, to はい。今のルイス・グダルさんによる、えー、話は、まあ、解説ですね。もうどういうふうに TwitterX が変わってきたという解説ですけれども、まあ、過激な内容ほど上に上がる、目立つところに流れてくるという話と、あと、まあ、実際の記者とか、 えっと、新聞とかテレビ局の公式が発信した X でポストした記事の話とかにですね、リップランを見ると、青いチェックのアカウントのコメントが一番上に出てくるという仕組みになりました。で、おそらくここは日本とは認識が違うのじゃないかなと思いますけども、とにかくイギリスでは今の仕組みにある 青いチェック、ちょっと意味が変わった後の青いチェックが、マスクさえの指示の証、その象徴だって捉える人が多いかなと思います。引いてはマスクが賛成する政治的なことを、その青いチェックをわざわざつけたアカウントも賛成している、その象徴だとしても捉えられます。 もしイギリスのユーザー個人のユーザーが賛成しないその政治反賛成しない人とかだったら絶対絶対青いチェックは買いたくないっていう、えー、結論になると思います、まあ、これはすごく複雑な話ですけどもとにかく背景として英国内で多くの人が XQTwitter を離れた中で残った人が 現地の人を代表する声とかではなくて、X を見れば、X で今も投稿している人を見れば、ああ、現地の人たちはこんな意見なのだっていう指標にならない、現地サポートの指標にならない、そのね、その話の背景としてここでちょっと紹介しましたけれども、とにかくね、今もポストしているイギリス人でも、決してマジョリティではないので、 もうみんなね意見が自由ですし X でなんかもうかまだ俺はこう思っているって発信する問題だって自由なんですけども。 それを見たら、ああ、現地サポこう思ってるんだっていう認識は少し気をつけた方がいいかなと思います。もうおそらく圧倒的大半の人より冷静な意見を持っていて、ただ X で書き込みしていないだけの可能性が高いかなと思いますけども、まあじゃあリアル現地の声がどこで見つかるのか、どうやって知れるのかっていう話をしますと、確かにもうね、 8年前とかと比べて Twitter の治安が良かった時と比べては難しくなったんですけども、まあもう少し古いメディアの方で、とラジオとかで、えー、一般サポーターが電話で、えー、MC と話したりするようなものも今もあるんだけど、その方が 多分、現地の声が届きやすいかもしれませんし、あとも最近の新しいメディアとして、ポッドキャストがすごく英国内のフットボールポッドキャストが充実していて、それを幅広く聞くという手が、えー、あるんですけどもそれよりも、まあ。 現地の人と直接話すのが大事で,で、それがもう難しいかなと思いますけども、私は仕事としてそれをやったりしているので、できるだけ多くの意見を取り入れて、大体もう現地のクラブによって、チームによっての感覚で、どのぐらいの意見が存在するか調べるのも仕事なので、そうする中でだいたい感覚がつかめて、それで現地サポート、 オンラインで見られるコメントの温度差がどれだけあるかということにも気がつくことが多くて、もうここね、私自身はここ8年間にその温度差がどんどん。 気になるようになってて、もう SNS ではこういう話になってるんだけど、原始ではそんな、そんな話してる人いるのかって思うことは正直あります。複雑の世界ですね。グローバルなプレミアリーグ、グローバルの SNS でいろんな意見が、えー、自由自在で、それは自由のこ,ことですし。えー とそこは問題ではないですけども、現地の声が知りたければ、ちょっと指標としてもうちょっと使いにくいかなと思います。今回はちょっと複雑な話になりましたけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました、えー。今シーズン、いろいろとプレミアリーグ、イングランドフットボールを中心にも、とにかく、えー、フットボールトークを盛り上げていきたいと思いますま。まだの方がもしいらっしゃれば、ぜひぜひチャンネル登録お願いできれば、 すごく、すごく嬉しいです。ベン・メイブリーでした。どうもありがとうございました。